ありふれた盛んの、ガンダムオンライン、第35回。今回はそれほどバランスが取れてるというわけでもないけど、全マップの中では一番マシ、な、愛されマップナンバーワンの座に輝いたこともあるド定番。テキサスコロニーで20分まったり試合していくよ。まったり戦闘宣言した割に、デッキからガチの匂いがプンプンするぜ。私、11月末くらいから負けたり、あと負けたりなどして、遺憾との海面を乗じて低空飛行しておりまして、今回是が非にも勝たなくてはならないので、一か八かの初動突など提案した手前、勝つのに必要な機材意識を持ち込んだ次第であります。全捜査官の中の人も大変だな。中の人など、いるけど、そういったわけで、ヘボ左官がもがき苦しむ様を最後まで、ゆっくり出ていってね。合わせるセリフをアドリブで変更するなと言ってるだろ。いつものだとしっくりこないのでつい。その、しっくりこない、やつを言っちゃった私の気持ちも考えろください。ごめんね。ジャージ姿の中国人女性格闘家みたいなこと。で、最近敵コロ左側は北補給が壊された後、3補給で3取られて以降コンテナ負けっていうパターンが多いから、相手が初動3補給出してくることを祈りつつ南通路 Z 突を提案したので、当然突参加していくよ。可変機ってそれほど機動力が高くないから、初動突にはあまり向いてない印象。可変機とは、百式回の方が良かったかもしれないけど、この Z3 号は金図フルマスなのでな。敵は期待通り3歩出してきたみたいだな。マップに見えてないから徒歩で3来た可能性も。ここまで来たら、ベスト拠点割れないまでも多少は削れるはず。格だ。まさかの防衛アトミックで集団成し遂げられ、終了。ソロモンじゃなくても悪夢だった。一つに夢中で来た補給出してなかったという致命的ミス。ブライトが勝手に出したみたいだけど、北散歩組のおやつになってしまった模様。早速北抜かれたけど、一応突ダメでは黒字にはなったな。3番の攻防とか7番のオセロとかは、あくまで北通路が膠着してることが、前提なので、まずは北補給出して北を安定させるよ。逆車前は、左側で北補給が割れることってあまりなかった気がするが、環境の変化ってやつだね。それにしても、なんかすげえ雑魚ぽい機体使ってるな。連邦軍が露獲した雑魚を解析して作った、ジムのご先祖ザニーだね。ここの南通路はレーダー壊されるの前提だから、乗り捨てしやすい。180コストのザニーが便利。小声で北方なんとかの真似は怖いからやめて。北が安定したので、3補給。3番はコンテナがたくさん出るしネズミの足場になるしで、相変わらず最重要拠点だな。敵が3番を安定させちゃうとコンテナでゲージ差つくし、補給艦のクールが余るから、南通路に置かれて、ネズミとか核とかが絶望的になるんだよね。要するに、嫌でもなんでも3番にプレッシャーをかけ続けなきゃならないと。そしたら今度は北が押し込まれたので、乗り捨てるついでに応援兵。北側通路は補給艦がなくなると本拠点までフリーパスだからな。北補給が壊されにくい場所にあるけど、壊されたら北防衛できなくなるという絶妙なバランス。これ、本当にガンダムオンラインのマップですか？お前本当にこのゲーム好きなん？好きですよ、グラハムがガンダムを好きなくらいにはね。ベタボレだな、ただし、どう、ガス機構の愛。そして北でドンパチしてたら南のレーダー網が全開。ここで、見せ確約を買って出るボランティア様登場。説明しよう。見せ確とは、機動力の高い機体で南通路のレーダー網にあえて引っかかり、持っている核を敵に見せる、ことで、戦力を分断させるテクニックの一つだ。それにしても、説明役をするときはメガネのグラが欲しくなるな。南にレーダーが配置されたので、北を芋場に仕立てるためクマサーンで参戦。どんな場所でも、圧倒的修復力により、立ちどころに芋畑としてしまう。
現環境の影の支配者だな。北は少数で抑えられるほど他に戦力を回せるけど、少なすぎると補給が割られるので、雪合戦現場というイメージの割に、実は結構めんどくさい戦場だと思う。最近は北補給割ってから三歩、っていう戦術もあるみたいだしな。南通路の角がそろそろ敵に見えてる頃なので三補給の準備。北戦線も安定してきたしそろそ。今日は後見られる日だな。佐藤、なぜに号機を盗んだー、イヤホンと勘弁してください。核攻撃で破壊された機体でも修理可能。そう、リペア装置ならね。アドマーアース。修理中に芋掘りがっても、シャーアイニングフィンガーでお帰りいただく。クロウは自衛用には使いづらいから、ビーム砲もした方がいいような気もするが。自軍の三補給が出たな。ウプ主は参加しないのか。攻撃用途のままだったは。私も本当はバイカスとかでマッスルタワーブンブンしたいんだけど、マッスル要員ばかり入れて3ブンブンしてたら、過去3戦全部負けたのさ。おう。走行してたら北戦線から人が、これ死ぬやつだ。クマが、どう考えても非合の死を遂げるだろうけど、それでも出さなきゃならない Z3 号機。下抜かれてからの反応が早いなこのチーム。Z3 号機、使い捨てにしなくて済みそう。油断しきって最前線で指揮中。シムラー、左。じゃあ、Z3 がー。これ、いつもお前がやってることだかんな。今日のところはこれで勘弁してやろう。三補給出したのでマッスルしに行こうと思ったけど、北がまた崩壊しそうなので来たへ。誰かが指揮してやってるのか、勢いで動いてこうなってるのかわからないが、なかなかきついな。ただの額だと思って舐めてかかったら瞬殺されたでござる。とどめを刺されたわけではないようだが。補給はやらせん、やらせは戦場。それ、やられるフラグだ。5人しか持ってないから突っ込ませたけど瞬殺。でもテトラはやった？北に何機か通した模様。このゲージ差で拠点殴られるのは、なかなかきついな。北はどうにか押し返せたけど、ゲージが僅差まで詰められた上に南の、レーダー網が全滅。今華麗にスカフリしたな。S 型がダメになっていこう。俗の斧なんて使わないから間合いがね。北戦線は崩壊、3は敵が確保してる状態でゲージは僅差。2分コンテナ拾ってもギリギリ返されない程度のゲージ差はついてるが。北の補給地点と3に敵がたくさんいると踏んで、南角に行ってもらうことに。南角行ったら KD でまくられないか。3取りに行っても KD 食われるし、それなら南角の方が当たった時のリターンが大きい、ので。博打じゃねえか。その通り、でも不確定要素がたくさんあるゲームの作戦って、みんな博打みたいなもんでしょ。こいつ、負けすぎてだんだんやばい感じになっていってるな。それはそうと、今後のことも考えてきた補給ポイントの確保へ。あとは自分が何とかしてくれることを祈るのみ。ドキドキだな。それでも核持ちと比べたら、大したことはないね。ウプ主は試作でも心臓が破けそうになってるもんな。のみの心臓ってよく言われる。ほわ。ウプ主プラス50人、博打に勝つの巻。聞こえる、ジオン兵たちの心が折れる音が。すなられたけど、もうこうなったら、生き切るくらいお土産に持って行ってくれ、って気持ち。北に補給出しつつ、南の警戒をしてる間に時間切れ。試合終了。両軍とも、お疲れ様。今回も最後までご視聴、ありがとうございました。